チョケルシーです。さあ、今回はですね、ルヴァンカップ、とうとう準決勝まで来たんか。で、第2戦が行われまして、ついにね、60チーム、J リーグ60チームの中から決勝に進む2チームが決定したということで、第2戦、準決勝第2戦を2試合とも全部、見ましたんで、しっかりここを解説していこうじゃないかと、いう感じです。はい、素晴らしい戦いになりました。決勝上がったのは北信越の U。北信越のチームがタイトル取ったことないから、主要タイトル取ったことないんで、初めての、タイトル狙いますね。苦節25年、アルベックス新潟、そして、2回目のルヴァン制覇を狙う、名古屋グランパス。その夢を、アルビナックス新潟の夢を打ち砕くのに、多分最悪の相手だと言ってもいいかもしれないですね。名古屋ということで、この1チーム、どういう風に勝ち上がってきたのかって、しっかり振り返っていこうじゃないかと思います。面白かったね。はい、じゃあまずは、名古屋対マリノスの試合から、振り返っていこうと思うんですが、この試合はね、1対2でマリノス勝利。でも、まあ、2戦合計4対3で名古屋が勝ち上がりという感じになったと。まあ、マリノスはま、立て直しましたけど、一歩及ばずって感じかな。で、スタメンにかと基本分析はこんな感じで、まあ、やはりですね、この名古屋の守備の特殊性がかなりこう目立った、試合だったかなと、思います。これも全別に、第1戦からも変わってないところであるんだけど、やっぱここのこの完成度が非常に今高いよね、名古屋はね。基本的に泉。スタメンでは一応シャドウに入っていますけど、まあ、マリノスの保持の時には、マリノスの2センターバックに対しては、長井と森島でこう2トップ組んで、はめてましたよね。ほんで、あと残り後ろはかなりマンツーマン気味だったかなと思いますね。まあ、もちろんずっとマンツーマンではなくて、まあ基本的に中切って外誘導するんですよ。で、まあ泉に関してはこのボランチの片方見ることが多かったかな。マリノスのね、マリノスのボランチ。で、あと3バックも結構残らずかなり近い選手の、マリノスの選手を捕まえに行くんで、まあアンロペとかがね、降りていく時もミクニとか、あとは受け渡したらまあ内田とかがこうついていくとか多かったかなと。いう感じかな。まあ、基本的にこの中切こんな感じで中締めて外誘導して一回サイドバックとかに入ってからそこからこの中入ってきたボールを狙うという感じのまあワンツーマンだからどこも開かないはずでしょうという感じで、本当にうまいこと守ってたんじゃないかなと。でこのマンツーマンっていうのはなかなかね守ってる側からしたらしんどいはずなんですけど、名古屋はそれができる総力と選手たちがいるということなんでしょうか。まあ非常に良かったんじゃない。まあアルビとしてはやっぱこれねアルビにされるとやっぱだるいよね。まあやっぱりこのまあアルビってやっぱ人と人とのこの距離を基本的に広げて、まあ、スペースをこううまくこう配置して、そこにフリーマン作っていこうっていうね、感じじゃない。相手の選手と選手の間にこう人を配置するわけじゃん。でもそれが、やっぱりこう1対1、ね、に捕まってしまうと。まあ、やっぱアルビがやろうとしてるのは1対1を作るのではなく1対0を作るっていうやり方なんだけど、まあ、これを1対1に無理やり持っていかれてしまうとちょっとやっぱめんどくさいのかなっていうふうに思ったりするから、逆サイド結構捨てて結構中も絞るとこもね、名古屋は徹底してやってくるんで、最終ライン別にじゃあ人数数的どうするかって別にそんなことないんですね。だから非常にですね、やっぱ名古屋のこの守備、保持型のチームに対してやっぱ非常に厄介なんだな、ないかなと。思ったさ、攻撃そこまで怖くはないんですけど、まあセットプレーとか一発ある選手も長いとかいるから、まあそこもあるけど、まあ守備が非常に名古屋はやはりいいというか、まあこういうチームってやっぱな、一発勝負の時やっぱ強いんやろうなって思ったりするから、まあ名古屋、正直マリノスに上がってきてほしかった。まあだからただマリノスもやっぱそんな、全然弱いチームじゃないですから、まあ今年調子悪いけども、だからやっぱこの試合はやっぱね、マリノスがいかに名古屋を倒していくのかと、名古屋の倒し方っていうのはやっぱそういった視点でこう見ていくと、やっぱ、すごく面白かったですね。特にやっぱ、マリノスの先制点めちゃくちゃ参考になるというか、超良かった。お見事だったね。これはね、まあ、ロングボールかなんか弾き返した後のセカンドボールなんですけど、このロングボールを入れるタイミングで、この前に飛び出したのは確か西村だったかな。確か西村が飛び出してて、で、アンデルソン・ロペスがなんか戻ってきてるんですよね。この、要は縦のポジションチェンジが起こってるわけ。トップ下の西村が前に走って、アンデルソン・ロペス、一番前にいたアンデルソン・ロペスがちょっと降りてくるという感じで、このポジションチェンジがちょっと起こってるわけですよね。で、こうなるとやっぱり名古屋としてはマンツーマンなんですけど、やはりこう一瞬混乱が生まれるんですね。だからここで、やっぱりこのちょっとこうマークが外れてフリーで抜け出すことに成功すると。であと人への意識が強すぎるから自分の担当じゃなかったら別にいいでしょみたいな感じになって、ちょっとここは空いてしまいましたね。でサイド振るで中をこう走る選手、第3の選手がいて、ここに対して名古屋2人行ってしまって、完全にガラキ裏取ってパスみたいな感じだったかな。まあ非常にいい、このやっぱね名古屋を倒す時にはやっぱりこの縦のポジションチェンジが結構重要になってくるかなと思いました。あと、ここにパスが出せるかどうかだと思うんですけど、まあ、出なくても、こう、引き続き、もう、粘り強くできるかどうかって、すごく重要なんだろうなって、
思いましたね。はい、という感じで 1-0 で後半に行きましたが、ちょっと川面のアクシデントで交代で入った中山もね、あの名古屋前半入っとったんやけど、そこもちょっとインアウトしてしまって山岸と交代して、まあちょっとポジションもちょっと変わったりとか、泉がねあのサイド行ったりとかしたんですけども、すぐに名古屋が同点に追いつくと、40秒経ってなかったぐらいじゃないですか。もうなんかマイナスふわーっとね入っちゃいましたね。なんか入りがめちゃくちゃ良くて、このスローイン捕まえるとこも全然捕まえてないですし、なんかこういうとこなんでしょうね、今年のマイナスって。で結局マイナスまた2点が必要になってしまったので、まあ交代で上中とか続けて宮市とか小池とかも入れてきましたが、1点に返すにとどまると、まあ名古屋は後半だいぶねこのマンツーマンでやってきたヒロが、来てたんでしょうし、あのブロック組んで耐えたって感じでしたか。まあ渾身の勝利だったんじゃない、名古屋としてはね。まあ、プラン通りだったんじゃないですか。で、マリノスは逆にね、あの、攻撃入った井上とかがちょっとね、イランファールしてしまってね、名古屋を休ませてしまったりとか、攻撃の二次攻撃がちょっと止まってしまうみたいなのもあったんでね、まあ、非常にこう、もったいないというか、まあ、やはりこの、ACL エリートを戦うスカットじゃないよね。明らかにね、そういうチームなんだなって思いました。まあ、最後ちょっと名古屋5-4-1っぽくしてきたし、まあ、この、もう、割り切って引くみたいなこともやってくるっていうチームを考えると、だるいなって思いましたが、まあ、ただちょっとね、弱点もまああるし、山岸の守備強度の低さだったりとか、そこはちょっと気になるところあったんで、まあそこもいろいろこう研究して、決勝戦の前にはちょっと動画でもなんか作ろうかなって、思ったりしますね。ちょっとこれ、今回ちょっと俺もちょっと本気だわ。そして、次の試合が奇跡を信じる川崎フロンターレの登録競技場に乗り込んだアルビックス新潟の試合だったんですけども、まあ1戦目がね4対1だったんで、かなり有利だったんですが、この2戦目も 2-0 で完璧な勝利を決めたということでした。素晴らしい。まあ、一言で言うと、大人やったね。マジでね。まあ、点が欲しいです。やっぱ、フロンターレに結構、フロンターレは、まあ、点が欲しいからボール持ちたいと。で、持たせたよね。あえてね。自分らがボールも、まず持とうと思えば多分持てるんやろうけど、そうじゃなくて、ハイプレス行こうと思えばいけるんでしょうけど、そうじゃなくて、基本的にこのブロックを組んでみたいな。まあ、第一戦でハマった戦術を継続したという感じだったよね。フロンターレは、家長とか、スタメンに入れてきて、まあ、やっぱ攻撃シフトが結構強めだったと思うけど、まあ、対してアルビはトップ下に長谷川元樹を入れる 4-2-3-1 と。で、守備の時にはフロンターレのセンターバックが持ってる時はもうほぼ放置。で、まあ、4-4-2 でこうブロック組んでましたよね。ダブルボランチをこう、ツートップ、アルビのツートップでこう消すという感じのやり方をやってたんじゃないですかね。そこは非常に効いてたですよね。で、中切りストと誘導して、みたいな感じ。まあ、引っ掛けたり最終ラインで奪っても、基本的に全部蹴るわけではなく、まあ、蹴り逃げもたまにあるけど、蹴るんじゃなくて、やっぱバックパスうまく使ったりとか繋いだりとかして、まあ、この攻守両面で非常にこの完成度が、高かったなって思いましたね。フロンターレと、比べても。そこすごく感じた。ですかね。まあ、もちろんね、ある程度攻め込まれますし、ピンチもちょくちょくありましたけれども、まあ、そこはセンターバック、マイケルと稲村は大学生ですが、もう今欠かせない存在になってるし、今デンちゃんもちょっといないですからね。で、このセンターバック鉄壁だし、右の藤原も加わったらもう完璧ですね。で、あと左はね、ちょっとやっぱまだ橋本はちょっと俺的にはちょっと、怖いなって思う時もあるんだけども、この日はね、やっぱ左サイドハーフに入ってたのはコミちゃんだったんで、コミちゃんはね、J1 とか見てもやっぱ屈指で守備上手いアタッカーなんで、まあそんなに心配はしなかったですね。はい、という感じでしたか。まあそんなに、まあ、フロンターレも今シーズン失点多いですし、ふわっと緩む時もあって、この試合も、そんな感じだったよね。コミの先制弾。これはやはりなんか、フロンターレの選手がなんか変な風に飛び出してね、軽く開けてくれてね、まあ、そこに普通に通って、まあ、ショートカウンターみたいな感じだったんですかね。まあ、ほんとうまく決めたんじゃない。まあ、フロンターレやっぱこういう、こう、なんか、ゆるさというかね、やっぱありますね、今シーズン。まあ、去年とか一昨年とかからかもそうかもしんないですけども。はい、という感じで。まあ、もうこれで完全にね、1点と、まあ、5対1なんで、で、残り後半の45分間だけで、フロンターレは最低でも4点必要になるというか、まあ、ほぼ勝ちだなって思いましたけど、俺は。でもそっから緩むことはあんまなく、まあ、後半もね、フロンターレちょっといろいろね、細工してきたんですけども、立花田をサイドバックに入れたりとかして、で、3バックっぽくしたりとかね、もありましたし、時々立花田がボランチまでこう上がる時もあったから、ちょっと混乱したりとかもあって、いい攻撃ね、できてる時も、このシーンとかあったんですけども、まあ、基本的にはこう、うまく耐えることができたと。まあ、やっぱ、中央への意識が、やっぱかなり多かったですね。高めだったね。まあ、フロンターレやっぱ技術に自信があるんでしょうし、技術に自信がありすぎると言いますか、まあ、あんまりサイドをこう崩そうっていう意識がね、あんまなくて気迫で。で、
もっとサイドから攻めてこられた方がちょっとアルビ的には嫌だったんだけど、まあ、結構真ん中来てくれて、真ん中結構みんな締めてるから、まあ、ラッキーだったなっていう感じはするでしょうか。まあ非常にこう良かったんじゃない。まあやっぱ最短距離行こうとしたがるよね。どうしてもね、負けてるし、点数必要なんで、みんな負けたくないからやっぱそうなっちゃいましたね。まあだからやっぱ要は、ファーストレグで勝負決まっとったということなんじゃないですか。結局はね。そこに尽きると思うわ。で、アルビとしては試合をコントロールして、ね、交代とかもあってね、俺の匠は左のサイドハーフもこうやってやってましたけど、藤原がちょっとね、怪我とか累積とか怖いから、やっぱちょっと休ませたかった藤原が変わるかなと思ったら、普通に左のサイドハーフが入ってました。まあ、縦突破頑張っとったね、彼ね。まあ、あれがやっぱ匠の特徴です。匠はあれが、あれやってくれるから、でもめっちゃ走っとったね。やっぱとにかく裏走ってくれるから、やっぱ守ってる時もやっぱ結構効くよね。という感じで、まあ、ほぼ勝利決まってましたけど、最後はね、大谷もゴールが生まれて、素晴らしい。もう結局6対1ですか。もう、なんも言うことないっす。そして、累積警告もないですから、完璧だったんじゃないですかね。まあ、リーグ戦から打って変わって、カップ戦は内容がいいという感じになっているんじゃないですか。まあ、これで決勝進出したんで、なんかもうどうやら聞いたところによると、もう新幹線がもうほぼチケットないみたいな感じになってるらしいし、まあ、地方やからさ、やっぱどうしても、行く方法がな、限られとるからな。まあ、それやっぱ埋まるしな。夜行バスとかも多分ほぼ埋まりかけてるんじゃないですか。まあ、そもそもチケット取りたいですね。まだまだ、ちょっとチケットが、取れるかどうかもわかんないし、俺もチケットと、さすがの俺でも行くよ、これ。俺も決勝戦ちょっと行きたいですね。頑張りましょう、みんなで。絶対勝とうな。ほんとタイトル、北信越の優として俺ほんと応援してるから、めちゃくちゃ、絶対にみんなで頑張ってタイトル取ってもらいましょう。まあ、このサポーターがいれば、いい戦いできるんじゃないかなと思います。はい、ということで、こんな感じで、決勝進出2チーム決まりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、なんかね、まだこの直前レビューみたいなこともしようかなと思ってるし、またご期待ください。果たして、亀田製菓が、山崎のルヴァンを食ってしまうのか、ハッピーターンがルヴァンを食うのかという、そんな、ところにもなってきますが、頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャオバイバイ。口が回ってない。